木弘明かな、なんか書いてますね。ナタです。武州ナタ、武州っていうのは武蔵野国の武州ですね。東京埼玉あたりの地域で、使われている形のナタです。こう叩いたんでしょうね。ナタキより斧に近い感じですけどね。さあじゃあ取りに行きましょう。取る前にこれはちょっとざっくり削り落とししますね。この辺は黒サビを残しておいてあげた方がいいんで、あんまりゴリゴリは見かかないですけども、ちょっと浮いてる、表面に浮いてきてるサビがあるんで、軽く触る感じで落とします。で刃の方はどうせ砥石に当てるんで、やっぱこっちもそんなに神経質に落としませんが、まあ、大まかには落としておきます。口コミが結構きついかもしれんね。歯がだいぶガタガタにまくれてる。そう、すっごいなこれ。ヒロアキかな。はい、じゃあちょっとやってみましょう。これ歯盛りかな。ピーッとまっすぐなやつ。ちょっとあまりにも歯がガタガタなんで、かけを取っていきます。ナタはね、完全にかけをなくさないことの方が多いです。歯がもったいないから。刃物によって欠けが多少残っててもいい刃物もあるし、もう本当に見えないような欠けでも取らんとあかん刃物もあります。ギリギリで刃が出てるみたいですねこれ。厚みの割に鋼がむちゃくちゃ薄い。まあ下飛びはこんなもんでしょう。歯盛りがちょっと本当にギリギリで見えないんですが、一応歯は出てるはずです。
はい、完成です。完成。試し切りは歯が欠けたら嫌だからしません。ブシューナタでした。普通のナタはもっと歯渡りが長くて、でここがもうちょっと頭が軽いかな。だから斧に近い。この歯渡りが短くてヘッドヘビーという意味では斧に近い。あんまりだから、山に持って行って山仕事でですね、この投げ払う、ザッザッザッとこれで投げ払うっていうようなやり方ですと、まあ、ここだけしか当たらないわけですよね。長い方が当たる幅が広いんで、草とかこうザッと一気に広い範囲で投げ払えるけども、これはまあピンポイントここだけに、ここに置いてあるものをそこだけ狙って切るっていう、割る、そこにピンポイントに、強いパワーを与える、そういう使い方をするものなのでナタに近いということです。だから武州武蔵の国のいつ頃からこの形になったのか知らんけどもですね、まあ江戸と考えると、町が多くてそんなにその山仕事に使うっていうよりも家に置いてて薪割るとかに使う方が多かったのかな。その江戸みたいに町人とかが使う分にはこっちの方が良かったのかもしれないですね。まあ、とにかくね、ナタってすごい、日本のナタっていろんな形があるんですけども、そのいろんな形で、形によってですね、まあ、使い勝手、こういう使い方は向いてる、こういう使い方は向いてないとか、形によってあるんですけれども、その一つの家にですね、いろんな形のナタがあって使い分けてたっていうんじゃなくて、そのある地域はみんな同じ形のナタなんですよ。で他の形のナタはその地域では使わんのでですね、でまあ東北の方は片場でですね、南の方に行くにつれて西の方に行くにつれて、両刃になっていくっていう風になってるのは、これは植生の問題もあるんじゃないかと言われてましてですね、東北の方はまあ針葉樹が多い、寒いから。で針葉樹はキャンプなんかで薪にしてる人なら分かると思うんですけども、すぐ燃える、割れる、火力は強いけどもすぐに燃え尽きるっていうのが針葉樹で、広葉樹は、強いのでですね、片刃だとなかなかこうズバッと切れずにですね、なんかハンマーでガン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 って叩いていくようなイメージで、叩いていってあげないとですね、なかなか切れない、刃が鋭いと欠けちゃうっていうのが広葉樹ですね。なのでその植生の差によってですね、刃の形が変わってくるということもあるんだけども、それだけではない。で土佐の、高知県の人が、明治時代ぐらいになってですね、まだ鉄道が盛んになってない頃からですね、全国各地のナタの形を調べてですね、それを高知で作ってですね、でまた全国各地に売り歩くということをされてたそうなんですけれども、やっぱりその地域ごとにですね、その形しか知らないからそれを使ってるんだじゃなくてですね、その形のものしかその地域では売れないから、その形のものにするっていう形を決めてですね、作って売ってたってことはあったみたいなんで、まあ面白い話ですけども、そんな感じです。武州ナタ、武蔵の国はこんな形のナタを使っておったそうです。山仕事をしてる地域もあったはずですけども、今で言うと、八王子とかあっちの方の山の中とかでもですね、こんなの使ってるんじゃないかなということです。